どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。来ました、ついにタイタンリーグ。ありがとうございます。いやもうマジで今しびれてます。今あーどうすればいいんだと。いやありがとうございます、ガチでガチでありがとうございます。今、反ロジのね連合というイベントクランで撮影しているんですけれども、私のタイタン到達リプ皆さんに見ていただきたいと思います。はい、こちらです。ですね、相手タイタンリーグの方なんですけれども、ヒーローがいなかったんですよ。いやこれ来たなと。このレベル、まあこのトロフィーの数で、ヒーローが不在というのはもう珍しくてしょうがないんですよね。で、前回トロフィーが33。今震えてます。まずですね、最初に自信を打っていきます。そうですね、ここで相当考えてます。考えながらしっかりとウォールブレイカー出していって、まあ、しっかりと、バネトラップがないかを確認しながらウォールブレイカー出してます。この時点で第1層目にその防衛施設がないんですよ。なのでジャンプをどこで使うか非常に迷って今考えてますね。今この当時っていうか6分ぐらい前なんですけどね。まあここでゴーレムを出して、ゴーレム下の大砲ターゲット取ったので、まあそこはまあほっとこうかなと思いました。そこで、ペッカ121で出していって、そして中心部にもう打ちましたね。はい、サイドとかで中心部にそのウォールブレイカーとかを出してサイドにジャンプを打ってですね、サイドカットしようかなとも思ったんですけれども、なんか中心部に出しちゃいましたね。ウォールブレイカーでここ穴開けられてるんですよね。さらにそして相手の援軍もまさかのいない。あ、攻めてる最中ね、みたいな、これうまくいきすぎてねって思ったんですよ。うまくいきすぎて怖かったですね、正直。でこの時点で、まあ、ちょっとペッカーとかどっか、ペッカーとアチャクイがどっか行っちゃうんですよね。アチャクイがスケルトントラップに吸い込まれて他の層に行ってしまったのがちょっとでかかったですね。そうですね。そして、この時点で、前回可能性あるなと思ったんですよね。ここでもアチャクイがちょっとね、まあ、逸れてしまったのがちょっと痛かったかなと思いますね。まあ、私のポイズンの位置がちょっと悪かったかなと思います。ここで、無理かと。無理だなと思ったんですけれども、まあちょっとパーセント、最後にタイタンね、到達だからパーセントぐらい稼ぐかということで、アチャクイを、アチャクイダメージ食らっちゃってますね。普通だったらここでやめるんですけれども、ちょっと嬉しすぎて、そうですね、もう死にましたね、もう。はい。いやー、これは本当に嬉しかったですね。はい、3、2、1ということで、私のタイタンリーグ、到達リプレイでございました。いやー、震えてます今も。ということで、ぜひとも皆さん、日本に今タイタンリーグがですね、ローカルでドワーッと見ていって、日本に今1100人ですかね、いらっしゃいますね。はい、ということで私これからどこまで行くのでしょうか。ということで皆さん応援していただけると、私のツイッターでもですね、私のトロ情報とかで、ね、いろいろつぶやいたりしますので、ぜひとも、アットマークキヨキヨアンダーバー COC の方もですねフォローお願いいたします。ということでご視聴ありがとうございました。超嬉しいです。